海と日本プロジェクト in 岐阜県のコーナーです。今国内だけでなく全世界でステイホームが叫ばれ自宅待機を余儀なくされている中、日本財団海と日本プロジェクトでは今は行きたくても行けない海を身近に感じてもらえるように自宅にいながら楽しく学べるコンテンツを企画しました。ステイホーム with the sea、今回は海にまつわる食材を使った料理を親子で楽しむ企画、おうちで海ご飯です。海と日本プロジェクト in 岐阜県、今回はおうちで海ご飯です。これは外出できない今、行きたくても行けない海を身近に感じてもらえるように日本財団海と日本プロジェクトが推進するステイホーム with the sea の企画です。海にまつわる食材を使って親子でお家で海ご飯しちゃいましょう。今回教えていただける方はこちら。こんにちは、キッチンボンシュマン後藤です。お家で親子で料理を楽しんでみましょう。今回使う食材は鮎です。ご存知のように岐阜県は海なし県なので、海へとつながる長良川に生息する鮎を使います。鮎は2015年に清流長良川の鮎として世界農業遺産に認定されるなど岐阜県を代表する魚。海と日本プロジェクト in 岐阜県のさばける塾でも登場し、子どもたちにも多く知られています。今回作るのは鮎とジャガイモのムニエル、ミニマムラタトゥユ添えです。材料は鮎、ジャガイモなどご覧の通りです。こちらは4人分の材料となります。早速作っていきましょう。鮎はさっと洗って水気を拭き、三枚におろして軽く塩コショウをします。小骨などが残っていると口当たりが悪くなるのでしっかりと取り除きましょう。じゃがいもを千切りにするのが難しい、もしくは機械がなければじゃがいもは使用せずにムニエル、ソテーにしていただいても美味しく召し上がれます。ミニマムラタトゥイユは鍋にバターとサラダ油を溶かし、具材を入れたら最初は強火で、温度が上昇してきたら中火もしくは弱火にして優しく火を入れて素材の甘みをしっかりと引き出しましょう。骨と頭は薄力粉を薄くまぶしてから油で唐揚げにします。油の温度を低めに保ち、骨と頭からしっかりと水分を飛ばすようにしてカリッと揚げると口当たりもよく、すべて召し上がっていただくことができます。軽く水分をペーパーで拭き取ってからソテーしましょう。これで完成です。鮎は繊細な風味のお魚ですので、シンプルな調理法で調理していただくと素材の良さが引き立って美味しく召し上がっていただけると思います。皆さんもぜひご自宅でお料理を楽しんでください。現在海と日本プロジェクトではおうちで海ご飯キャンペーンを行っています。ぜひ皆さんが作った海ご飯の画像などをインスタグラムで投稿してください。投稿作品の中から審査の結果素敵な商品をプレゼント。ハッシュタグおうちで海ご飯、おうちで海活をつけてどしどし投稿してください。また海と日本プロジェクトが紹介しているさまざまな動画もチェックしてね。海と日本、最後までご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクト in 岐阜県の SNS、 そしてチャンネル登録も
ちんとあかんよ。